じゃあやっていきますか。びっくりとしちゃって。まあ短く済ませようか。じゃあですね、よろしくお願いします。お願いします。簡単？あ、簡単よ。簡単やった。はい、ってことで、まあ今回これね、漢字ちょっと使ってるけど、これでまあ小1です。小学1年生の小でございます。じゃあお兄さん、これ読んでください。いくつといくつの練習。そうです、いくつといくつっていうのをやっていきます。ただお兄さんはですね、もう結構こういう勉強やってるので、まあ、簡単かと思いますけど、サクッといきましょう、はい、で今回ちょっと昨日ね少し話したんだけど、じゃあ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 の中で好きな数字1個選んで、7 OK です。今7歳だから。あ、7歳ね、なすなったからね、もうね、うん、7があります。これを分けます、うん、数に。じゃあ例えばパパが勝手にこっち5って決めました。はい、どうぞ。え、2ですねっていう感じで、7は5と2に分かれますと。でもね、知ってますよ兄さん、知ってる、俺にこんな簡単なことやらせるなと思うかもしれないんですけど、ちょっとまあ説明しましょう。はい、7個ありますで、今、まあ、5と2にはこうですね、7個あると。でこっから5個取ってしまったら残り何個残るって2個残るんだよね、うん、だからまあこうやってなっていくと。当てやね、分かってる、あらっすじゃあですね、ちょっと数を変えましょう。あ、消すの忘れちゃった。よいしょ、持ってくる。あ、いいよ、ティッシュある、ティッシュでいいよ、ありがとう。じゃあ変えましょうと。え、何がいい数字。じゃあ10。お、ふた桁に、ね、あ、9。あ、いいよいいよ、10でいいよ、うん、じゃあ10にします。数が大きいですね。で10がありますと、うん、じゃあ片方どっちにしよっかな。でこっち3にしましょう。3、はい、いくつでしょうか。そう、あ、さすが。5秒ぐらいに待つあ、パパ言ったからね、あ、待ってって言ったらいいよ、今大丈夫全然、うん、そう、7になります。でちなみにお兄さん、これどうやって考えます？ちょっと、ね、聞いてみたい。これさ、パッて7って出てくるじゃん。え、どうやって考えてるの？いや、考え方でいいよ、どうやってやってるか。自分の考え方は、うん、いつも計算でたまに出てきたり、まあ、昔の、うん、あの1年生の時の最初の辺に出てきたり、うんうん、もう7と3をくっつけたら10って覚えてる感じなの？そしたら、うん、あ、あとやり方はね、うん、な、7、7あるじゃん、うん、で7、3があって、3を8、9、10ってやる。あー、うん、なるほどね、うん、でも7が先にありきなの、そしたら、うん、7がちょっと入っちゃう。あ、いい、別に顔落ちるんだけど、3あって、うん、こうやって今ついたから、3、こうやって 1、うん、2、3、なんか食べると1,2,3,4,5,6,7,8,9,10になる。あー、なるほどね、うん、こうくっつけると10になるっていう感じのイメージか。そう、へー、まあ、こうやっていくつといくつに分かれるっていうのをやっていくわけよ、うん、でちなみにちょっと先の勉強になると、今ここは、ここが四角になるじゃん、下が、うん、これがちょっと変わってくるわけよ。どうなるかっていうと、はい、5、ここじゃあ、はい、4、じゃあいくつって、9。そう、これ9っていう、こういうのも出てくる。でもこれってすごく大事で、いくつって数といくつって数がくっつくといくつになるのっていうのがさ、足し算やってるじゃん、うん、お兄さんは。だからやってるんだけど、そういったところにつながっていくと。計算の時にね、これをやっとくと、5と4くっつきたら9になるんだなっていうことで、5と4が。うんうんうん。はい、ということで、じゃあ5問問題用意しましたと。まあもしね、見てくれてる方がいたら、一回ここで動画ピッてね、パパかママに止めてもらって、いくつってやってもらえるといいと思うんですけど、お兄さん準備はもう余裕っすよね。もう間違いないっすよね。完璧。完璧っすよね。もうミスをしたらもう今日のポケモンの時間が10分減ってもいいですよね。本当に言ったな。オッケー、じゃあ。わかってるか。1番、2番、3番、4番、5番、この順番で、縦じゃないからね、これで1番、2番、3番、4番、5番の順番で答え言ってもらいます。はい、よろしいですか。はい、よろしい。いきますよ。じゃあここからいきます。はい、どうぞ。2、はい、2、はい、1、はい、5、はい、危ねえ、5、危ねえ、はい、4、なんで自信なくなってんだよ。はい、3。そうです、 OK でございます、うん、
よし。まあこんな感じで、練習してもらえればと思います。で、もしね、多分これ1年生のやつなんで、パパかママかね、動画見てくれてるかもしれません。で、これ、まあ、これお兄さんに説明することじゃないんだけど、練習するときはですね、ひとまず5からいきます。これを分けるところから始めてください。5の塊っていうのが、その数的イメージを持つときにすごく強みになるので、ここからスタートします。で、まだ数にあまり親しと慣れてない人、まあ、子が見るときは、この数を下げてもいいです。上げないでください。5が基準で、厳しければ4、3、2、まあ、2を1と1に分けるみたいな感じでやっていく。で、そこから上に上げていって、もう一個のポイントがここです。で、ここは、すごく大事で、繰り上がりとかを、これからね、足し算やるときの繰り上がりのときに非常に大事になっていくので、ここをスタートで、こう、上げていって、この間、5から10の間でいっぱい練習していただけるといいかなと思います。じゃあですね、お兄さん。ん？こっから。なんかそこにパネルみたいなのかな？そうなんです。昨日、私ですね、まあ、一緒にね、買い物行ったけどさ、うん、マグネット買って、夜な夜な作りましたよ。午前1時ぐらいに。何をこれ。ハサミで必死に測って、切って、書いてって準備したので、ちょっと使っていきましょうか。何に使うんだろうな。こうやってさ、問題5個パッて用意して解いていくのもいいんだけど、まあお兄さんあれじゃないですか、早く解くのが好きでしょ、うん、もうスピードクイズですよ。スピードクイズ？そうっす。どんだけ早く解けんねんってやつです。これはちょっとよ。なんで好きじゃん、そういう方が。うん、じゃあ行きましょうか。まあ前ね、5秒なりやれっていうやつで一回ビスしたかった。じゃあ今からですね、まあこの形あったでしょ、うん、まあこことこことこの数字、2個どっかに数字が入って1箇所答えてきたじゃん。これを使って、パッてパとか置くんで、残りの場所、答えてみてください。はい、ちょっと練習しますね。例えば、じゃあパパが3と4を持ちますと。パンパンってやったら残りの子いくつ？1。っていう感じです。スピードクイズでいきましょう。で、ここは、見てくれてる子を待たなくていいので、じゃんじゃん言ってください。スピードクイズ。そうっす。前の5、もう一回言うけど、前の 5秒内に答えろっていうやつ1回です。あ、そうだね。よく気にしすぎなんだよ。ちなみに何問やる？無理のない自分ができそうだなと思う問題数でいい、少なくて構わない、これに関しては。じゃあ10いく？多くね。そっか、大丈夫大丈夫大丈夫。じゃあいきますよ。ちょっとね、取りやすいようにしておきましょう。じゃあ参ります。第1問いきます。はいはい、残り8 OK です。あのさ、パパさん問題数忘れるからさ、今1問目じゃん、次第2問って俺に言って。第2問はい、いきます。行こう、どうしようかな、どうしようかな。はいはい、7 OK です。はい、次第3問ありがとう。はい、行きます。9、7、はい、行こう。2 OK です。はい、次第4問。はい、次行きますよ。はい、トントン7。おお、やるね。第5問、4問。どっちだっけだ。第5問か、5問かな。こうやってお前が忘れんだよ。俺が忘れんだから。行くぞ。うん、はいはいはい。5。オッケー。ちょっと遅い。いいよ、全然いい。あのスピードは経験しなくていい。うん、うん、いいよ、次。第5問。ん？あ、違う、第6問。あ、いきます。どうしようかな。はいはい。10。おー、オッケーです。次。第7問。はいはい。2。オッケーです。はい、次8問な。8問だよね、第8問かな、はい、第8問。はい、忘れる。同じ数になっちゃうんだよね。はいはい、6。 OK。 自信がなくなってる。はい、次第9問。はい、どうしようかな。はいはい、5。 OK です。さあ、ラスト第9問。はい、意地悪のパパがいきますよ。はい、意地悪の、はい、12。できちゃった。これは、見てくださってる方やらないでください。これは、10超えてるんでね、今回ね。ここ12なんですけど、まだできなくても構いません。まあ、という感じで、今回マグネットボードを使ってるんですけど、これお家でね、紙で作ってもらって、普通にこう、子供とクイズやってもできるとこなので、で、ここは、おろそかにしてしまう、あと、しっかりやっておくと、後の足し算がね、すごくすんなり入っていきますので、ぜひね、こんな感じで練習してもらえたらと思います。はい、ということで、終わりましょうか。
疲れました？大丈夫ですか？じゃあ一応挨拶しましょうか。映っちゃう映っちゃう兄さん。じゃあ、ヤミさんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。